教習のスタルジアは、高野心臓の随筆、写真集。2005年1月に北東書房から出版された。1960年代から1970年代にかけて撮影された中仙道や甲州街道を中心とした街道風景や宿場風景のモノクロ写真に、それぞれの解説と機構文が添えられている。がから年代にかけて、 鈍行列車とバスを乗り継ぎ足で取りだめた写真を中心に、宿場町や旧街道へのノスタルジックな思いが、簡潔な水槽となり、寄せられている。写真はモノクロ写真が中心だが、これは表現的意図があったわけではなく、60年代の高野にはカラーに手が出なかったため、現在では、早見られないかやぶき屋根がの木を貫ねる。 当時の街道の様子などが記録されており、資料としての価値も高く、各地の図書館などにも収蔵されている。本書は、高野が漫画家の杖吉春が街道に興味を持っていることを知り、杖との語らいのうちに、さらに街道への思いが募り、結実したもの。街道の探訪は、杖との開校前から始めていたものの杖との語らいから始まった。 共同研究の成果であると後書きに記している。猫町機構などの作品で、告げ吉春とも関連が深い野田尻宿、野田尻宿同様、告げとの関連が深い犬目宿中仙道69時の一つ、長久保軸、教習のスタルジアは、全207ページからなり、以下のような構成となっている。万力のある家北東書房出版案内。 教習ノスタルジアハット AB 高野の心臓著。教習ノスタルジア ISBN4 から892891193。ありがとうございます。